和田関の水を取水している、安佐川東資港。ここで取水された水は、各方面に分けられるが、昭和電工、赤松発電所で、発電のように供された水が、さらに、和田関に流れるように今は作られている和田関は、長野県松本市を流れる、灌漑用の用水路。安佐川から取水している。水流量は多く、 長野県道25号と交差するあたりで川幅10メートルを越す。この用水路の灌漑水は同市の旗下の段から和田、新村、神林、東立、島内に至る約2700ヘクタールの水田を潤している。成立は古く10世紀初頭を示唆する郷土市屋の説もある。関は一般に水をせき止めて揚水を取り入れる目的で、 火星や故障に設けられる構造物や水路の水位、流量を調節するために作った構造物を指す。また、そこから取り入れた用水を流すために人工的に作った用水路のことを言い、この場合には、義と読む。和田関もその一つである。アルピコ交通上高地線とは、分岐した水路の2本が参考を液等方、約200メートルで直行している。 この辺りでは、周囲の土地よりも、堤防の方が2メートルほど高い人口の天井側になっている。作られた平安時代における測量技術、土木技術の高さを示すものである。同じ旗地区内には、他に旗関、黒川関の2つがある。長野県道25号塩尻鍋割穂高線と交差する辺りでは、和田関は再下段の貸し段級の下で、 はずさ川と同じ高さにある。しかし、旗関は、下から三つ目の貸し団球を掘り通す高さに作られている。黒川関は、山の中を通り、上旗寺山に置いて山麓に出て、さらに山麓を掘り通すように作られている。和名章では、千曲郡にある六つの里の一つとして大井里がある。大井号は、旗赤松の牧のうちに、人口の園庭を設け、大井口水門から下流に、 大遺跡を流し、この考え水によって開かれた里であると言われる。この考え方では、937年以前に和田関が完成し、その効果として大遺跡ができていたことになる。和田関は、流路も長く、周囲の土地よりも堤防が高い場所さえ見られる。したがって、高度な測量技術、土木技術が必要だったはずで、上の論者は、 朝鮮都来の旗氏の関与を指摘している。また914年には旗新藩が品の正名を、1044年には畑今部が品の城を務めていることが確認でき、旗氏は実際にこの地に関与していたという。ありがとうございます。